政府の親玉がファルシとはな。じゃあ政府を操っていたのはファルシエデンじゃなくて。言ったはずだ。私が王だ。そう簡単にファルシには勝てねえってか。勝てないのではない、勝とうとしていないのだ。お前たちはファルシに勝つ方法をすでに知っているか。魔獣ラグナロク。ラグナロク、なんだそれは。使命を忘れた哀れな武士に教えてやろう。お前たちの使命は魔獣ラグナロクとなり国運を滅ぼすことだ。ビジョンを見ただろう。お前たちの誰かがラグナロクとなり、マルシオーファンを倒して国運を破壊する。オーファンだと。マルシエデンの力の源だよ。オーファンがエデンに力を与え、エデンは全ファルシを支えて人間どもを養ってきた。オーファンを破壊すれば秘められた強大な力の暴走により国運は崩壊する。ラグナロクになってオーファンを壊せば使命は果たされるだろう。ふざけるな。与えられた使命など。セラは国運を守ると願ってクリスタルになった。だったら俺たちの願いも同じだ。俺たちは俺たちの願いに従ってクリスタルになってみせる。その娘の真の使命を教えてやろう。お前たちが集まり娘がクリスタルになった、ならば使命はお前たちを集めることだ。娘は悟空運を破壊する道具を集めたに過ぎん。考えもしなかったか。それとも考えようとしなかっただけか。真実を拒むルシに現実を見せてやろう。伸びて現実を見るがいい。行くぞ。